ただいま。まあ、ありがとう。なんか幼くなったな。前髪すごい。情報解禁されてる。そうなんですよ。映画を撮りました。映画撮りましたよ。ありがとう。STU からは4名で、そう、ソラハ、あの、くるくる、リアちゃん、私の4人が出てます。大画面で、いや恥ずかしいですね。そうなんですよ。ちょっとあの多分あの撮ったばかりなのでまだまだだと思うんですけど、まだまだというかすぐに公開とはならないと思うんですけど、お楽しみに。あ、そう、紀北町、愛媛県の紀北町って場所で撮りました。紀北町、そう、前さ、なんか私がさ、ふるさと納税みたいな感じでさ、紀北町の返礼品やってたんだけどさ、その場所です。めっちゃ前の話。ありがとう。覚えてる人いるかな。鬼バーム、そう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 、私さ鬼バームさ2個ぐらいさ買って帰ったの。あの鬼バームっていうバームクーヘンがあって、1個1200円ぐらいするんですけど、結構デカめのゴツゴツしたバームクーヘンがあって買ったんですよ。2個も買って、そしたら撮影終わった後もう1個もらって、なんかめっちゃでかいバームクーヘン3個持って帰りました。めっちゃ美味しいの。ありがとう。めっちゃ美味しいの、本当に美味しいの。なんかもう外ザクザクザクみたいな、めっちゃバームクーヘン持って帰ってきたやつみたいになりました。もうこんな一個でかいやつだからさ。ありがとうございます。もうやれるよ。ごめん。そうなのね、え、もう本当にもう夜寝ちゃうの悩みなんだけど、いい悩みすぎてやばい。夜寝ちゃうのがいい悩みだよね。夜寝ちゃうんだよね。なんかさ、私昨日なんかホットカーペット敷いてんの最近リビングに。ホットカーペットが気持ちよすぎて、なんかホットカーペットの上でずっとゴロ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 するの。そしたらさ、なんかすごい暖かくなったら眠くなっちゃってさ、で何時に起きたかな、2時ぐらいに1回起きて、でなんか「あ配信あれしたっけ?」みたいな思い始めて、めっちゃ考えて、でそう分かんなくなって、でちょっとファンクラブのトークルーム見たら「寝落ちかな?」みたいなの書いてあって、「あ、私寝落ちしたんや」みたいになって。もうなんかファンクラブのトークルーム今送るのもあれやなと思って、2時ぐらいに通知行っちゃったら、やけ夜中に一人ですごいむずがゆい思いをしながらもう一回寝るっていう。そこで気づく、いやお姉ちゃんも一緒に寝落ちしたんですよ昨日、ホットカーペットで。ホットカーペット最強なの。いつでも送っていいの。でもさ、なんか通知でみんなが2時ぐらいに起きたらどうしようと思ってさ。寝落ちでも今日は絶対しないって決めた。絶対にしない。でも今日ねちょっとね帰ってくるのね、ちょお仕事帰ってくるのね微妙なんだよね、ちょっと遅いかもしんないからさ、多分寝落ちしないはず。ほんとほんと、眠そうだったらもう眠いって言うわ、じゃあ
でもいい。その代わり朝ちゃんと起きちゃうんだけど。だよね、だよね、なんかさ生活がキャー睡眠、え、だいぶ寝たよ。何時間寝たんかな。昨日寝落ちしたのもう10時台なんよ確か。10時50分ぐらいなんか最後に携帯を見た記憶がその辺なんでね、10時40分とか50分とか。ありがとう。ホットカーペットね、え、そう、なんかすごいね、水分取られるからね。朝ね起きたらマジミイラみたいになってるよ。カラッカラッ、本当に今も水分カラカラだもんマジで調理される、あのホットカーペットの上で。物できちゃう。低温熟成マイキューの干物、干物のマイキューじゃなくて、本当にこたつもいいけどホットカーペットマジ最高。ありがとう。今日夢でめっちゃ犬出てきた。なんか5匹ぐらいと暮らす夢見た。ももちゃん、ココちゃんもいたんだけど、さらに3人ぐらいいて、新しい犬が。最高な夢見た。あれ何かな、何のプーかな、プープードル。名前ももここ以外つけてなかった。あ、赤ちゃんみたいな理想、え、そう理想なの。私ね絶対犬と暮らしたいの。なんかさちっちゃい小型犬も好きだし、飼ったことないけどめっちゃでっかい一緒になんかもう寝れる人間ぐらいのなんか大型犬みたいなのもちょっと興味ある、憧れ。うん、ハスキーやった時可愛かったな。え、聞いてほしいの。昨日さ、私さ、もう帰りにね、いつもね、ペットショップのワンちゃん見るの大好きなんですよ。なんか、絶対に外出かけたら、絶対ペットショップ寄って帰るの、いつも。そしたらさ、なんかペットショップ入ろうとしたらさ、なんか昨日も帰りにペットショップ入ろうとしたらさ、なんか見たことある顔の人が一人いてさ、中に。こう透明だったからさ、こうガラスが。でさ、よく見たら千穂ちゃんが見ててさ、ペットショップにいてさ、みたいな。で、千穂ちゃんもペットショップに多分寄るのが大好きなんですよ。なんかいつもいるんだと思うんですよ。なんか赤ちゃん、犬の赤ちゃんを多分よく見てて、で私も犬の赤ちゃんよく見に行くんですよ。だからまさかのペットショップで会って、で、みたいになって、で千穂ちゃんがあの普通にちょっと開けたら千穂ちゃんが来てみたいになって、こう行ったら見てみたいな、全員寝てるのって言ったら、みんな全員確かにもう5人ぐらいの犬が寝てて、
もうみんなバタバタバタって倒れて5人ぐらい寝てて、で可愛いねって話して、じゃあねってバイバイしました。マジで1分ぐらいその犬の会話して帰りました。すごいな、ペットショップで会ったの初めてかもね。いやなんかさ、そうなんかよく千穂ちゃんがなんか犬とか、まあ、猫とかそういう話よくしてたからし、なんか抱っこさせてもらったりしたとかよく言ってたから、言ってるのは知ってたんですけど、私もよく言ってたからまさかね。ありがとう。行きたい、カフェ。カフェ行きたいな。子犬かわいい、もうかわいい。なんかさ、私も一回ね、いつだったかな、1ヶ月前ぐらいに行って、その時はなんか抱っこさせてもらったんですよ。抱っこさせてもらって、もう本当にもう一瞬抱っこしただけなのに、もううんで、もう別れが悲しくなってよえそう、犬かわいいよな。短くなるよ、悲しみ方が犬か、わかる、母性生まれる。なんかね、犬とか一緒に暮らしてたら私がいないとさ、外出れないじゃん、家とか。だから私がなんか全部やってあげなきゃみたいな気持ちになるの。もう美味しいご飯も作ってあげたいし、なんかいろいろやってあげなきゃもう愛になるの本当に。占い始まる、あ、やべやべやべ、占い始まるって。あ、占い見ます。うん、うん、見とってあげる。また占いって毎日やってる。歯磨き中の姉キューに遭遇。あ、まだね、今あのあれしとるわ、あの 天気予報じゃない、何、お、温度、温度ってやない、なんだっけ、気温だ、気温。ほんとほんと、めっちゃ音量出てるやん。ちょっと待って待って待って、やばいやばい。またアイコや、超気が合うわ。ちょっと待って、音量下げました、ちょっと音量がでかかった。ありがとう。私また、え、昨日もパー出した気がする。あれ、そんなことない。58分、もうすぐなんじゃない。ちょっと音が、占い皆さん流れますよ。1位天秤座、1位天秤座です。2位2、3位お羊座だ。
お父さんと連番、ゴールドのペンダント、ドラマの映画の話、え、なになになに、あ、姉貴いて座6位、これ順番に下がってきよる感じ、え、違うよ、データのバックアップした方がいいよ、あれ私何位だっけあれ私3位だっけ、私3位だったよ、姉貴いて座、あ、そう、姉貴いて座なの、ね、え、なんだっけ、ゴールドのペンダント、ゴールドのペンダントはあれだけど持ってたっけえ、ドラマとか映画の話題みたいなの書いてなかった、ちょっと私全部読めなかったや、そんな感じのこと書いてたんだけど、なんかドラマとか映画の話題がどうのこうのみたいな書いてたよね、何、あ、書いてくれてる人いる、気になる人と話す機会が、ドラマや映画の話題が丸、これは指針ですか指針ですね、占いがね、今これ分かって書いてますね、私がお羊だ、お羊座だと、姉貴に仕事頑張ってって言っておいて、ちょっとこっち来たら言うわじゃん何か、あ、仕事頑張ってだって無理無理、 OK 無理らしい、おもろ、おもろい、もう行くん、さようなら、お、さようなら、9万円残ってるよ、ありがとうさようならってふふ旅立ちましたうん、行ってきますじゃないなんかね、でも私もなんかすごい、うわー、だ、だい、大丈夫ですか、破壊した破壊された、もうなんで、バタバタしてる、もう行くらしい、いってらっしゃい、だってどういうことシーって言ってるんだけど、怒ってるわ、忙しそう、頑張れ頑張れ
頑張れ頑張れ頑張れ、出勤出勤頑張れ頑張れ、うん、出勤出勤頑張れ頑張れ、出勤出勤頑張れ頑張れ。これ朝このね出勤頑張れソング歌ったら怒るんで誰がいる姉。じゃねじゃねじゃね、何を？シュシュ。シュシュ？怒るって作ったんですこのソング、ありがとうマイキーの出勤、マイキーも準備して出勤するよちょっと暗いね、もうない、知らん。何が？シュシュ。いいん？時間がないん。朝はね。普通に。でもさ、これ破っとるけどマジ使えん。なんか私があげたバッグを、私がもうこれ使えんって言ってあげたバッグをさらに使ってくれてるんですけど、破れてるから、破れたバッグ使ってる出勤用。え、ないんやけど。え、さっきここにあったじゃん。落としたんじゃない？手についとるわ。もういや最悪。ではさようなら。さようなら。それではまた夜に。さようなら。さようなら。旅立ちました。姉。さようなら。朝はドタバタですね。お風呂場、あ、お風呂場じゃない、ここはね自分の部屋、自分の部屋なんです。この背景であんまやったことないかな。いや、ある気がする、何回か鼻詰まってる。じゃあ私もそろそろ終わりにしたいと思います。めっちゃ家族の朝そうだよ。私も今日はしっかり寝ないように夜配信できますようにへへ準備したいと思います。頑張ろう一日。ちょっと壇上呼ぼう、待ってね木なぺこさん、たわしさん、よしーさん、スルメッコさん、TM マンさん、しぐれさん、せいやさん、よしーさん、かくれんぼ中さん、考えなしさん、かんてさん、おがっちさん、一位はドゥ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 ン、かのうさんでした。ありがとうございました。みなさん、今日も一日頑張りましょう。今日って何曜日だ？今日水曜日か。頑張ろう。私も行きます、頑張ります。みんな朝から見てくれてありがとう。じゃあまた、3、2、1、0
ねえ、いってらっしゃい、行ってきます。